坂よ、お前はそれほどの力を持っていながらなぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした、答えられんのか釈迦。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。釈迦の目が開いた。バカな、腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな、一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行くかな。ファイ一気の六感は全てきちんとはず。ゴールドセイントしか解読していない。レベル数地図に目覚め始めたという。釈迦よ、聞こえているだろう。目では見えなくてこのセブンセンシスではお前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう一騎。いくら君が歯を食いしばって見たところで再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。お前が神に近かろうが何だろうが関係ない。この世で耐えるものは俺自身の力だけよ。これだけかね。天幕変武放輪。これだけか。今度こそ楽にしてやるぞ。オウム変武放輪。さあ一騎よ、今度こそ君に本当の力を与えてやるぞ。さあオウム変武放輪で打ち続ける。お命ある限り変武放輪。そうだ一騎、君の命も残りわずか。剣を、今度こそ私の。君は今私と出会ったことは全て忘れる。一騎、一騎どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。諦めてはいけません。あなたは希望。お前が俺を100万回倒そう。フェニックスはよみがえってくれ。フェニックスで剣幕。最後にはお前を倒す。天部放輪。およ、社会聞こえているだろう。
目では見えなくてもこのセブンセンシスではお前の姿を捉えることができるぞ。オウム変な構図で強欲検証。そろそろ分かってきただろう。これだけか。いくら君が歯を食いしばってみたところで君たちが再び光の差す場所へ戻ることなど決してない。お前の全身系を使ったのじゃねえ。変な構図でテリックス剣魔戦勝者。剣は肉体より精神を使うのはお前だ。ここの視界がいいか選べ。検証オウム変な構図で強欲検証。強欲検証剣をウィナー。俺は神仏は信じないたちでだ。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。